まこちゃん、はい、今いくつ？17歳です。現役 JK？ はい。17ってどんな感じ？どんな感じ？表現すると楽しいですよ。何が、うん、なんか青春はしてるかわかんないですけど、うん、できるだけはっちゃけてます。はぁ、私はね、楽しくない60になってできるだけ腰を痛めないように動いてますはっちゃけてますか。はっちゃけてますよ。はっちゃけてます。初めてなんですかね、制服ゲスト。ちょっとしゃべったことっていいですか？なんか我々の制服の話する？そうです。いやまあそこには84歳が映ってますけどね大変だよ今日はね、本当に忙しい祝日だ今日 ね。世の中なんか家族連れで溢れてるって感じなんですなんかここの空間はちょっと一種不思議な感じ。これパッと見たらどんな番組、今日ギャラリー多いんだなんかどんな番組かわかんない、ね、JK がいるわ、主演がいるわ皆さんこんにちは、お元気でいらっしゃいますか。お口の恋人、岡村陽一です。ご機嫌いかがですか、島岡みのりです。3連休の3日目ということでございまして、はい、暑さ寒さも彼岸まで、うん、天気晴朗なれど波高し。あ、そう言ってた人がもう呼ばれてますね。もう今テレビで映ってたりしますけども、はい、やっと少し暖かくなった。今日が最高気温が18度、はい、明日が11度で、明日ちょっと寒くなるみたいな。お気をつけて。この時期はだんだんこう、あのなんていうか揺り戻しみたいな感じで寒い日と、はい、でももう暖かいかな。そうやって張り切って風邪ひくのが岡村さんじゃないですか。そうなんですよ。で今日もちょっと薄着で来ちゃった。寒くて。夜寒くなる。夜寒いし、いいですねこれ普通の会話。いやこの今日ねちょっとだけ地下鉄サリン事件から22年っていうのも忘れちゃいけないですよね。はい、私は覚えて、いろんなことがありすぎて今日は忙しい3月20日ですが、はい、あれはでも世界が驚いたみたいで、あの頃に、黒崎義監督にインタビューした時に、その少し後にそのパリに行ったんですって、その映画の関係で。そしたら映画の取材なのにあらゆるジャーナリストからあれはどういうことだって聞かれたっていう。だって世界中がびっくりしたっていう。それも世界中が連日報じてた、ね、まこちゃんなんて全く生まれてない。まこちゃん生まれる5年前ですよ。そうです、うん、聞いたことあります？あります。あの現役女子高生がこの制服で番組に登場、この番組登場はこの番組の18年3ヶ月の歴史の中で初めてだと思います。ないでしょ。だって10代の女優さんだってそんなにいないですよね。でちょっとせっかくですから、はい、あの喋っていただきましょう。なぜ今あなたはここに別に来週からアシスタントやるわけじゃないですね怖い。あのちょっとあのいろいろなあのスポンサーがねじ込んできたという噂があります。そんなことはどうでもいいんですけど、あの脚本家になりたい。はい。なんで普通ほら女優になりたいとか思うじゃない。なんで脚本家。最初は女優目指してて、うん、勉強もしてたんですけど、うん、教えてもらってる人に脚本家の方が向いてるっていう話を。演劇部とかですか。いや全然ダンス部です。ダンス部はい。その人が正しいかどうかわからないじゃないですか。でそれで両方勉強し始めて、うん、脚本の方が楽しくて今そっちの勉強をしたいなと。17歳でもすでに書いてるということですね。書いてますね。すごいですね。例えばどんなの。今は、ドラマ甲子園っていう高校生用のが出すコンクールみたいなのがあるんですけど、はい、それ用にドラマ用の脚本を書いてます。その脚本話に、はい、60歳ぐらいの男とかに出てこないですか。出てこないです。お父さん役、あ、無理だ。お父さん役ないって。何かあったらよろしく。一生ついていきます。どんな犬と呼んでください。ちらっとだけ教えてもらうと、どんなお話ですか。高校教師の12月の師走の話ですね。面白いですね。なんかこれ聞いただけで、なんか、師走生まれです。そうですか。おっていう感じですよね。まこちゃんでした。頑張ってくださいね。いや、それは楽しい。さあ、今日はですね、番組前半は伊藤千代監督再び登場、ゴンドラ、ムーブオーバーです。ゴンドラって映画です。後半はですね、なんと、大岡という第2部のアシスタントが出る舞台の演出家に来ていただいて、彼女の、 あの演技力についてとことん突きつ。なんかもう今連日稽古で大変なんでしょ。ね、お楽しみに。今日の1曲目はムッシュかまやつ with 今井美樹、20歳の頃。ムッシュかまやつ with 今井美樹、20歳の頃でした。あのムッシュかまやつさんが亡くなって、あのすぐにいろいろあのベストアルバムを探したんですけど、なかなかね売り切れが多くて、それでやっと昨日の夜届いたので、うん、今日かけましたけど、今井美樹さんともデュエットして、いろんな方ともやって、あの今日はちょっとムシカマヤさんのゴールデンベストというアルバムから何曲か、後に第2部でもおかけしようと思います。
このラジオの読みというのは読むように読むんじゃなくて、一番のコツはですね、話しかけるように読むっていうのが一番の極意なんですよ。これがなかなかできないんですよ。はい、で、こう、よくあらすじとか棒読みしてるような人っているじゃないですか。で、それは、伝わらない。話しかけるように読む。それから、前から島岡美郎さんにも注意しようと思ったんですけども、はい、このに、パッとこう喋るときに、腰に力、足をハの字型にすると力が入って前へ、ウッと、で、足を移す場合は横にこうやって。読み流すんですね。あ、そんなことを言ってたな、はい、小宮ちゃん。はい。新海浩子さんです。よろしくお願いします。はい。こんにちは。新海浩子の新しい海のコーナーです。17歳の時って何してたの？どんな感じだった？ね、そうだと思うけど、どんな感じだった？あ、部活に励んでましたね。何部だったの？陸上部でした。あら、お、そこだけマイク近づかないですよ。陸上部。ええ。もう部活部活の毎日でしたね。似ても覚めても部活。そうですか。はい。うん、私は初め高校の時バドミントン部に入って死にそうになって、すぐ辞めてフォークソングクラブというのを自分で作って、あ、作ったんですか、うん、すごいですね。やってました、ね、なかったんですか、うん、フォークソングクラブみたいなもの。なかったです。で、同好会をもう部にする時、当時はもうまだほら学生運動とかするんじゃないだろうなとか、うん、思想チェックとかされてる。もう一切そういうのがないんで、強豪会とかない。そうか、その頃から創造性にさ、だから17って真っ白でよかったね。うん、そうですね。なんか一時、うん、すごいやっぱり青春ってまとめちゃうとあれですけど、うん、うん、やっぱ青春だったね。なりたかったものとしては何だったんですか？何でなりたかったの？陸上の選手ではない。ではなくって、うん、なんとなく先生になりたかった。じゃあっていうのありましたね。夢は叶えたってことですか？最初はね、数学科なんかの先生に、うん、中学の頃割と得意で、うん、数学になろうと思ってて、高校入ったら数学の成績がガクッと落ちて。ダメだとか思って、でもまあ先生になりたかったので、うん、あ、小学校がいいかなみたいな感じで、うん、やってましたね。あれから43年の月日が流れました。私にとってですよ、17歳、夢も希望もなくなってしまいました。そんなことないでしょ。広く新しい海で泳いでます。先ほど、今日はどんな映画でしょうか？はい、今日は人生タクシーという作品です。はい、ジャファル・パナヒ監督自らタクシー運転手として、イランの映画ですね。そうです、はい、イランのテヘランの街並みを走り抜けるというとても斬新なものです、うん、はあ、監督は監督、ちゃんと映画監督ですね。そうなんですね、はい、で、車のダッシュボードに置かれたカメラを通してタクシーに乗り込んでくる様々な人たちとそのやり取りを描いています。監督は営業しながら車載カメラで撮ってる、うん、まあ営業目的ではないと思うんですけれども、うんうん、タクシーの運転手になって、自らお客さんの様子を撮ってる。うわ、すごい。で、例えば、うん、死刑制度について議論する路上強盗と教師。本当の路上強盗なの？あ、まあそんな感じでしょうね。そんなお客さんを乗せちゃったってことですか？そうですね。はい。で、その会話をもう全部カメラに映しているという。うん、あるいは人儲けを企む海賊版レンタルビデオ業者。うん、交通事故に遭った夫と泣き叫ぶ妻、そういう後部座席のもろもろが、そうなんです。あと国内で上映可能な映画を撮影する小学生のメイとか、他にもいろいろ出てくるんですけれども、本当に個性豊かでユニークな乗客たち の喜びとか悲しみ、その人生そのものがその小さなタクシーの車内で繰り広げられるっていうものなんですね。そしてそこには知られざるイラン社会の核心が見えてくるというわけなんですが、うん、この作品はパナヒ監督がイラン政府への反社体制的な活動を理由に、うん、2010年より20年間の映画監督禁止令を受けながらも2015年のベルリン国際映画祭で最高賞を受賞した作品なんです、うん、でその他にも数々の賞を受賞して いる作品です。で、こちら乗客のやり取りがね、とても真実味があって、本物だもんね、何かこうやっぱり訴えるものがあるんですよね、うん、はい、でイラン・テヘランの街を舞台にタクシー運転手に扮したパナヒ監督が乗車してくる老若男女を車内のカメラで捉え、うん、厳しい情報統制下にあるテヘランの街に住む人々の生活や人生模様を映し出していっています、うん、とってもなんかこうなんていうのか、そのイラン社会の情勢
がこうタクシーのこの狭い空間の中に描き出される、そこが面白いですね。そうなんです。でまた景色も変わっていくんだけど、うん、そのタクシーのうんちゃんが一番いろんなこと知ってますからね。そうですね。最近景気はどうとかって言うと、ね、いやダメですねって大体言いますけどね、大阪だとどういうか、どういうか知ってます、タクシー乗った瞬間に。なんだろう、あ、なんかよく分かりますか。ああ、そうか。そうすると答えはぼちぼち出んの。そうです。あ、なるほど。やっぱりそうなんですよね。でよくなんかアメちゃんも持ってるらしいですね、大阪の。おばちゃん持ってますね。おばちゃん、タクシー運転手も。タクシー運転手もアメちゃんって言うんですね。そう、アメちゃんって言うんです。はい、うちの娘がね、アメ、行ったんですよ大阪に。でその時にタクシーの運転手にアメちゃんもらったって。タクシーの運転手がやってるんだ。今日本物の大阪のおばちゃんに来てもらってますので聞いてみましょう。宮和恵さん。いや大阪ちゃいまんねんけど。アメちゃん持ってまっか。え、ぼちぼちですか。ぼちぼちで、はい、そうそうそう。今日ミニ東京、京都でしたね。でこの反体制的な活動を理由にっていう監督がね、うん、でもすごいここからすると怖くて、あの硬くていかついイメージがありますけども、硬い映画みたいな。でもあの監督自身はあの映像を見ても分かるようにとても温厚で柔和な人柄で、うん、私が言うのもなんなんですけれども、笑顔がとっても可愛らしくてキュートな感じの方なんですね、うん、とてもこう人間味のある方だなっていうのを感じましたね、うん、はい。しかし映画監督禁止令っていうのはすごいことですね。ですよね。しかも20年間その中で撮ったっていう映画なんで、すごいなと思いました、うん、あ、これ2015年のベルリン国際映画祭の金熊賞を撮っているそうなんですですかね、この作品がね、はあ、ということは最高賞ですね、金熊賞。そうですね、すごいですね、はい。あのタクシードライバーっていう映画があってね、ロバート・デ・ニーロの、はいはい、これがまあ、これはカンヌで最高賞を取ったかな。で、あれがロバート・デ・ニーロという人がゴッドファーザーパート2でアカデミー賞の最優秀助演男優賞を取った、はい、その後なんですよね。デ・ニーロはもう懲りに懲る人ですから、実際にタクシーの免許を取って、はい、ニューヨークの街で営業を視察したらしいです、1週間ぐらい。そしたらやっぱり気づく人がいて、はい、お前オスカー取ったのにやっぱり仕事ないんだ、大変だなこの業界はって言って、そうなんですよってやってたらしいですよ。というようなことでございます、うん、そうなんです。これはちょっと見てみ、なんかフレッシュそうですね、映画が撮り方から言って、はい、うん、今までにない感じっていうか、今までにないと思います。タクシーの中しか出てこないの、うん、もうタクシーの中から、うん、だからカメラはもうタクシーの外には出ないってことです、うん、もうダッシュボードに置かれてるんで、それを向きをこう変えて、うん、自分の方に向けたり、あとは外に向けたり、助手席に向けたり、後部座席に向けたりって、はあ、この部屋の中で今カメラ回ってるんですけど、こういう状態が映画になるってことですよね。そうですね、それをこうちょっとカメラの向きを変えるぐらいで、これはあの映画にはなりませんが、インターネットで動画をご覧になりましたので皆様、はい、このシネマストリートで検索していただければと思います。とにかくね、あのテヘランのこの人生模様を描き出して、こうすごい勇気とユーモアに溢れている作品、うんうん、なのでぜひご覧になって。10点満点だったら何点だろう。8ぐらい。8、なぜ8だろう。そうですね、もうちょっとこう気持ちの高揚があってもいいかな。割と淡々と言ってる。そうですね、あのキアロスタミの映画なんかもね、イランの映画で言うと割と淡々とね、はいはい、言っちゃってます。そういう伝統があるのかもしれませんね、うん、どっか日本と似てるんですよね、イランって。不思議なことにね、なんか感じがね、全く違う国なのにね。人生タクシー公開は、はい、4月15日土曜日ロードショーです。はい、ひろこの新しい海、新海ひろこさんでした。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。吉田拓郎、今日まで、そして明日から。もう予備の椅子も全部埋まっちゃって、急遽奥から椅子出して。どれ東宝だっけ。これはワーナー。あ、ワーナー、うん、ワーナーで、これワーナーでキングコング見ちゃったよ。全然釣れた感じ。ヒエーって感じ。あの CM やってる人のテレビはあのまんまです。鶴田監督は気づいたらしいんですけど、距離遠くて。いや、シェスで意外と気づかないですよ。で、なんか俺メールが来て、なんで無視するんだよって来て、いやいや、知らなかったって。そうなんですよ、Facebook で来てること知って。え、いたんですか。実はあるある、無視なんかしてない。横とかね、後ろとかで分かんないよね。分かんない、分かんない。で割とね、島岡さんと会う率高いですね。そう、なんか横とかに座っててね、あの終わってから立ち上がってびっくりとか結構あるからね。俺島岡さんが隣だったこと何回もありますよ、偶然ですよ。いや、岡村さんはさすがに気づきますよ。岡村さんは気が、あのなんかこう風圧みたいな。知ってたな君は。
風圧で気づきました。あれはほんまや。馬上戦。はいはいはい、始まります、始まります。馬上戦。はい、始まります。お静かに。お聞きの放送は川崎 FM79.1MHz です。毎週月曜日の午後1時から2時は岡村陽一のシネマストリート第1部、2時から3時は第2部をお届けしています。インターネットのサイマンラジオ、リスンラジオを通じて世界中の皆様にお届けしています。2回目の登場でございまして、どうも2回目です。ジャイアント馬場さんです。ジャイアント馬場じゃないです、アントニオ猪木です。昔一緒にトークショーやって、山本雅史監督と3人でやって、ババっぽいですねって怒っちゃって、ババじゃない猪木だとか。そうだったんですね。猪木が好きなんですよね。そういうそこからのネタ、伊藤千章監督です。そうです、お名前言ってます、はい、伊藤千章監督です。ありがとうございます、伊藤さん、普通の伊藤さん、よくある伊藤さんでございます。富士の方ですね。富士の方、はい、千章はあのなんていうか知恵とかって、さ里子の里っていうんですね。友ですね。友とか、はい、友子とか里子、それで生きる、生きる、これはなんか映画界の先輩からもらった名前。そうなんですよ、あの大先輩の照明のもう大先生から、巨匠から、うん、そのおじさんだったんですけど、うん、あの彼が本当は何ですか、うん、寺に入れられてたんですけど、どうしても映画やりたくて脱走して、その照明班の人が、本当は寺に入れられたんですけど、うん、ちょっとよくわかんないですけど、その人が映画やりたいんだけど一時的に寺に入れられた、その伊藤さんじゃなくて、はい、正面の巨匠が、巨匠が、うん、それで脱走して、うん、要するにそのもらったお寺の名前は使えなかったんですよ、師匠、うん、って、うん、で使ってほしい。あら、じゃあリサイクルですか。リサイクルですね。ああ、で、ご本名ってなんかこう読み方だけそういう風にした芸名なのかなって思ったら全然そうじゃないです。友紀とかね、本当はそうではない、うん、あ、そうではない、はい、あ、田口智郎っていうあの俳優がいるでしょ。いますよ、ね、共演した時に聞いて、僕はずっと芸名だと思ってるんですよ。で、トモローがカタカナで、トモローが、オがね、ワイウェオのオなんですね、カタカナ。はいはい、で、田口トモローだから、まあ、田口は多分本名だろうと。ほんで、あの、ん？いや、岡村さんのメモがとになってる。トモローじゃなくて、あの、メモは、ね。そうなんですよ。だからメモがね、面白いなって思って。で、トモローがトゥモローから自分で芸名だと思ってたら本名だって聞いて驚きましたね。カタカナの？カタカナではないんだって感じなんですけどね。そう、あの、名前が3つあるね。じゃあ本名と伊藤千章と、もう1個は東次郎。東次郎。それは？これはカタカナで。それはあの、AV をや、あの、撮ってるだけよ。監督の名前なんですけど、もうこれが一番板についてるんですよ ね。もう28年、うん、そうなんですよ。そうするとこの31年前の作品ゴンドラ一旦名前が変わって、また伊藤千章監督ということ。あ、そうか、島岡さんは初めて、はい、そうそう、1回目の時いないんで。そうですか、第2部の1月です。もうタイムフライズ、ラグアナローですよ。もう2ヶ月経ってる、そうか、ね、はい、だから今僕ら60でしょ、60で、ね、もうすぐ61でしょ、はい、で70、80、50、60、70、共に年を重ねていくっていうか、払い金は50、60、違うでしょ、払いすぎたお金が戻ることがあります。まだ保険に入れますみたいな CM になってきそうだった。なんかやたら増えたなと思ったら自分が気になってるんですよね。気になってるでしょ。85まで生命保険っていうのもすごい不思議、すごいなって、あとどれぐらい生きてきます。あ、僕ですか、うん、どのぐらい生きたいかですか、うん、いや、死なないですね。あ、死ななそんな感じが。自分がやりたいことを終わらすまでは死なないですね。本当そうですよね。いや、もう意地でも死なないですね。生きまくります。生きまくる。あと何をやりたいですか。生きまくる。やっぱり映画をいっぱいいっぱい撮りたいですね。30年撮れなかったんで、もうたまりにたまってるんで、30年分撮ります。ゴンドラという映画を自分のお金で撮った。これ1986年、うん、バブルの真っ逆さまじゃない、真っ最中に、それで自分のお金で撮った。で、映画としては5000万かかった、はい、で、借金が2500万くらい、半分回収できたんですけど、それで30歳でそんだけのお金を背負っちゃうって大変なことですよ。そうですね。なんだけど、ね、前回30年ぶりでここでね、お会いした時に、30年前もね。その時から岡村さん、うん、そうです。それで名古屋とか岐阜でね、はい、放送に出てた、僕がやってる頃にお会いしましたけど、それで、大変だなと思ったら、大変だと思いませんでしたって、いや、でも自分のやりたいことをやったんで、何も悔いはないって言って。でも大変だと思うんですよ、それだけ。で、まあ、その後、いろいろ AV をやって、うん、お金を返しの、で、東次郎という名前の方がちょっと今少し有名かもしれないね。これで
30年ったこれでって普通放送で言いませんね。それで、はい、そして正しい日本語で喋りましょう、はい、田口智郎、はい、ね。それでもう一回このゴンダラを上映しようということになったのはなぜですか。いや今年この前それ話しましたけど、うん、結局その去年の60になった時にそれをちょっと記念したのもあってデジタルリマスター版を作ろうとね、さら美しくすると、いやネガがもうダメになっちゃう、うんうんうん、それだったんですよ。それで劣化しちゃうんでデジタル、ね、はい、リマスター版を作ったんで、うん、見たいって言ってる人もいたんで、うん、1回はどっかレンタルして上映してちょっとトークショーをやって、そのトークショーで次回作俺撮るぜってちょっと宣言しようと思ってたら1回ぐらいは上映しようと、うん、それだったらそんなお金もかかんないし、あ、自主上映しようと思ったんですよ、はい、1回それがなんか劇場できちっとリバイバル上映をすることに広がっちゃったんですよ、ね、それが今年の1月の28日から、ね、その公開なるぞと土曜日ぐらいからやるっていう時の月曜日にこの番組に1月に来ていただいて、はい、いやこれはねどうなるでしょうって思ったら、はい、大ヒット。そうですよね、これは意外、意外って言ったら失礼だけども、はい、ご自身ではびっくりじゃないですか。いやもうすごい、だって売りが何にもないですもん。だってスターが出てるわけじゃないですよ。で30年前の映画だし、映画で暗いし、地味だし長いし、長いし、普通ね平日でもお客さんがいっぱい出て、なんでなぜでしょう。僕はやっぱり聞きたい、どうしてもなぜこんな風に受けたのかな今。で一番僕が客観的に思うのは、はい、その30年前の映画なんですけど、うん、その学校に行かれない心を閉ざした、うん、その小学校5年の女の子が中心の話ですけど、あのバブルの頃の時代より今のが大人も子供もこういう人ばっかりになってるんじゃないかなと、あの30年前よりも今のが危機的か状況なんじゃないかなと。居場所のない女の子です。居場所がないっていうことが大人もそうなってる、だからものすごく今のがもっとリアルな感じが、うん、してるんじゃないかな。どん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 右肩上がりに客が増えたのは口コミだと思うんですよ。そうですね、確実に、うん、はい。今週の土曜日からはまたムーブオーバーですよ。新たにキネカ大森と名古屋の、はい、キネカ大森さんと名古屋のシネマスコーレで2週間やります、うん、またすごいですよ。普通ね30年ぶりでやって上映して、まあ、1週間2週間やって、あ皆さんありがとうで終わりですよ。1日2回上映ですもんね。2回上映で、今回のキネカ大森さんはこれで2週やるんで東京6週ってことですよね。すごいですよ、もっともっと見たいという方がだんだん増えてきて、はい、それはなぜなのか、この映画はどうなのか、そして、伊藤千代監督は今後どのような方向に行くのかというのをですね、この後たった30分で全てを語っていただこうと思います。大急ぎで。で先ほどの古市釜石さんは私の選曲なんですが、吉田拓郎さんからここからのさっき含めて4曲、ここからおかけする3曲は全て伊藤千代監督の選曲です。はい、この曲なんと。ノラ・ジョーンズ、Don't Know Why。 この辺は見ましたけど、それ初めて聞いた。確かになんかね、本当に今こういう子探してくるの大変だろうなっていうぐらい、なんかこうピュアなこのね、2人とも写真撮らせてください、はい、皆さん写ってくださいよ。写ってください。分かるな、下を変えていくのかな。なんだよ全く入らない。かずねちゃんね、ひろこさんの顔の横に、あ、そう、それでもいいですよ、生首みたいでね。それで、なんだっけ、まこちゃんだ、はい、まこちゃんはひろこさんに顔くっつけて、そう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 、はい、はい、皆さん、笑う、ガオで、ガオをやってみましょう、せーの、ガオポーズ、はい。いや、中途半端見ない、思い切って今、伊藤千代監督をよく見てください。バレロあの顔、あのね、かずねちゃんもっと顔突き出して、かずねちゃんとまこちゃん突き出す、いや、上に来たら、はい、あと10秒だよ、大丈夫だ、あのね、10秒って死ぬほど長い。ガオ、せーの、最後の1枚、ガオ、ありがとうございます。すいません、あのね、割と僕ね、あとよくあといくらって言うけど、僕割と5秒有効に使う人なんですよ、はい、伊藤千代監督をお迎えしております、ゴンドラという映画がムーブオーバー、いい言葉ですね、つまり映画が当たって、うん、さらにもっと見たいという人が増えて、見逃した方のために、東京ではキネカ大森で、今週の土曜日から3月25日から、同じく名古屋シネマスコーレも3月25日からご覧になれるということでございまして、はい、こんなストーリーです、ゴンドラ。はい、ゴンドラ、このゴンドラって何だろうと思ったら、あれですよ、皆さん。あれって何？高層ビルの、はい、あの窓ガラスを
吹く人すごい高いところにありますよね。あれがゴンドラって乗るのね、はい、あれが今もあの仕事はございますね、うん、今新宿の本当に高層ビルの高いところで窓を吹く仕事をしている青年がいます。でその彼にしてみるとこう窓ガラス吹いてるけども中の人たちとまあ会話をすることもなければ目の前にあるけれども別世界ですね。である時彼は、ある女の子と出会います。これももちろんマンションのその窓越しの出会いでした。それが11歳小学生の女の子かがりちゃんとの出会いでした。このかがりちゃんちょっとねなんというかお母さんと二人暮らしみたいなんですけれども、あまり学校に行きたくないあのちょっと独特な感性を持った女の子ですね。でこの出会うはずのなかった二人が出会って、そして、かがりちゃんが飼っていたあの文鳥ね、その文鳥をきっかけにして実際に言葉を交わし、そしてなんと、まあ、旅をするというかそんな風に二人の関係はなっていくというちょっと本当に不思議な物語でした。この映画の観客っていうのはやっぱり俳優を見に来る、そして物語を追うんですね映画館に来た時に。でこの女の子はどうなるんだろう、このなんかいろいろと社会に適応しにくいゴンドラのアルバイトしてる男はどうなっていくんだろうというふうに見ていくんだけど、話がだんだん果てしなくなってくるんですね。はいはい、こういうストーリーにしようと思ったのはなぜでしょう。もうとにかく前も言いましたけど、このかがりちゃんをやった女の子との出会いっていうのでこのゴンドラっていうのを作ろうと思ったんで、その要するにかがりちゃんをやった女の子が本当にやっぱり小学校に全然行ってなかった、うん、2年生から行けない子だったんで心を閉じた子なんで、うん、どうしたらねやっぱり生きるってのはもっといいことあるぜって伝えたかったんだよ ね、 でね彼女さん。でも当時30歳ぐらいですね監督も。もう20から30の時ですね、うん、はい、その監督はそんな小学生ぐらいの女の子とそういう接点があったんですか。たまたま出会ったんですよ。監督もかがりちゃんだったんですよ。あそうですね、うん、まあどっちかっていうと子供の頃そういう系ですよね、うん、はい、だから自分も見てるような部分があったんじゃないですかね。まあやっぱほっとけなくなるんですよね。あのゴンドラの青年はある部分監督の分身みたいなところもあります。で両方僕の分身でしょうねきっとね。監督は田舎から出てきてっていう。僕の本名だった。生まれも、はい、あ東京の方なんですね。この青年はねあの下北半島かな、はい。下北ですね。ところから出てきて、はい、ビルのねまだ掃除をしているという。面白いのはねまあこの言っちゃ失礼ですけども。うん、ちょっと社会のビルの外にいるんだけど社会の外で生きてる感じですよね。そうですね、ですね、あんまり器用ではない、で三十何階みたいな高いとこですよ。で生きるか死ぬかみたいな場所ですよ、ゴンドラで。上がるか下の方ちっちゃい。中で働いてる人たちはエリートなんですよ、まあね、それで、あの普通の社会が動いてるで声は聞こえないです。なかなか普通の社会の声は自分には聞こえない、うん、でなんかカップルがいて「キャー何?」とかっていきなりね人が驚いたりするんですけども、で時々ガラスに自分の顔も映るというすごい映画的ですねゴンドラっていうあの仕事は、まあ、そうですね、うん、まあ本当孤立してますよね、うんうん、あんなに人がいるのにね、うん、自分だけ孤立してますよね。だその辺のこういうのを主人公にした映画って僕はなかったと思うんですね。その辺がヨーロッパで非常にこれまず評価されたって伺いましたけども、だと思いますよね、はい、映画的であるかってことは考えます映画作るときに。あの僕はもう映画的っていうかもう絵ですね。絵を考える。もう全て絵ですね、うん、文字じゃないですね、うん、もう一番最初に出てくるのが絵ですね、うん、何が一番粒になるかっていうもう一番の原型のその絵を考えますね、うん、それが出た時に全てですね。やっぱりキービジュアルが浮かぶ。浮かぶ。そうするとこの映画のちょっとあまりストーリーも当時から映画の最後申し上げられませんけども最後の方でちょっと船が出てきますよ、はい、あれもやっぱり浮かんできた。浮かびましたね。っていうかやっぱりゴンドラっていうのを、うん、出会った時に、うん、それはもうあのかがりちゃんを主役で行くっていうのも決めてましたから、うん、それでフラ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 歩いてる時に、うん、あの高層ビルのゴンドラを見つけたんですよ、うん、偶然なんですよ。あれを見た時にあってつながったんですよ。なるほどね。そうするとだから最終的に後半の船っていうのも全部おのずとつながりましたね、うん、そうなんですよ。いかようにも撮れるけど、まあ、海があって船が出てきて、島子さんどうでしたこの映画見て。あのね、
視覚と聴覚への刺激がものすごい映画だなと思ったんですよね、うん、だからその最初あの高層ビルとにかく真上から見下ろした街っていう、はい、あの車も人もちっちゃくてこの映画すごい真上からとかあと真下からとかそういう映像ものすごく多いですよね、はい、あと水越しとかガラス越しとか水がすごく多いですよね、多いですよ、プールが出てきたり、はい、あのガラスの瓶 の, なあの水が入っててそこを越しだったり、うん、あとちょっとかがりちゃんがあのコップで牛乳かな、はい、飲んでその牛乳を飲んだ瓶越し瓶じゃないか瓶の底ですよ、ね、コップの底越しとか、はい、そういう映像がなんかすごく刺激的ですね。それをねあの普通に見ると、うん、あの僕なんかあの、まあ、監督はうすうすご存知でしょうけども割とこうひねくれて映画を見る悪い癖が全身についてますから藤坪君みたいな感じなんですけどもあのわざといなとかって思うんですけどこれ三十何年ぶりで見てもあざとくないんですよね。どうしてそういうシーンを随所に入れようと思ったんでしょうか。いややっぱり一番はあの説明はとにかくしたくなかったんですよ、はいはい、これはこうですよっていうことはしたくない説明は興味なくて、うん、やっぱりかがりちゃんと女の子の心象風景で綴りたかったんですよ、ね、独特な揺れ心の中の景色、うん、あの揺れる映像結構多いですよね。多いですよ、独特な揺れ方特に都会編は揺れてますよね、はいうん、揺れる映像が多いなって、はい、あとなんか聴覚の刺激っていうことで言うと、うんあのこんなに言葉の数が少ない主人公2人っていうのはまあでだん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 映画の最後に向かうに従ってセリフがないんですよ、ね、ないんです最後何か一言言うかでそれはやっぱり絵で 見せたかったということがありますか。まあ、今言われたように、うん、基本的にこの2人はもともと日常的に喋らない喋、ね、らないです喋れないっていうのが大きいですね。本当初めて彼女の声を聞いた時にあの子供の声と思えないくらいすっごい低くて低くてぶっといよね。びっくりしたんですよね、はい、あの小学生の女の子でこんなぶっきなんだろう不機嫌な声でこれは監督にこう言わされてるのかなと思ったりもしたけどもでもやっぱりきっとこの子の素がこうなのかななんていうふうに思いながら本当キャラクターですねもともとねこの子の声が演技は僕されてないですからあそうですよね、はい、でねもう本当にこんなにセリフがないのに見ちゃう画面というなんかほら私たち溢れるように言葉だらけの日々を送っているでしょ岡村さんも、はいね、このなんか過剰なまでに言葉言葉でやってる私たちからするとこの恥ずかしいもうねセリフがなくて声 もうやだあのこんな画面とベラ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 男のくそにベラベラ喋りやがっていやこんなにもうなんか見たくなるものなのかっていうのでちょっと本当驚きましたね。要するに28年前にあのとこれ28年ぶりリバイバル上映したじゃないですか、はい、1月の28日から俺やっぱ一番びっくりしたのは、うん、毎日ですよ、うん、あの8年前の初公開の時、うん、テアトル新宿で見てくれた人っていうのがいっぱい来てる、はい、うわもう一回見たいもう一回見たいでよく聞くと、うん、あの時にもう5回見てるとか4回見てるとかいやでも確かにそうかもしれないもう一度なんか面白い話があって映画の28年前に行ってみたアンケートみたいなのを取って一番最初あのそうすると普通映画の感想で、はい、これこれって書くじゃないですか、はい、かがりちゃんどうとかこれはこの映画はなんかわけわかんないとか、うんうん、画面が綺麗でしたとかって書くのが普通そうじゃなくて自分のことで私これこれこうでって書いてる人がすごく多かったんですよ。そう私のかがりでしたっつってそれが圧倒的にその昔多かったですよね、うんうんうん、あのこのかがりちゃんのお父さんがなんか音楽を目指してるね、はい、作曲家そういうデモンヒデさんです、ねはい、でそこでねあの彼女が音叉というのをよくこうカンポンって、ねはい、あの A の音それ違うそれは音叉じゃない音叉じゃないポン、はい、A の音か A の音あの音叉とメトロノームっていうのがなんかねすごくこう刺激されましたね。そうですか。なんでしょう本当にもうちょっとびっくりするような映画ですね。で何回も見たくなるっていうのはとてもよくわかります。それは岡村うるさい違うよ違うロンロンリロンシュルいやだから本当にあもう聞きたくないだからこの音がする
画面に2人いるのに2人とも喋らないっていうのがこんなに見たくなる、こうずっと見ていたくなるっていうのはすごい魔法だなって。まあでも俺ちょっと感じたのはね、今回この上映してどんどんいっぱいに人が入ってきたじゃないですか、はい、逆に言うと今の映画っていうのがものすごい情報量でしょ。でテンポがものすごい速いじゃないですか。ちょっともうカット数多いし、全部説明してるでしょ。本当ね、このワンカットは何っていうのをすごくこうなんか想像力の幅が、これが映画ですよ。僕に言わせたら、だからちょっともううんざりなんじゃないかなと思って。テレビで上映する時の視聴率を気にしてるような映画もあるじゃないですか。ありますよね。もうちょっと以前にも監督に前にちょっと番組じゃないところでお話ししたことがあるんですけども、ずーっと BGM なってる映画多いですよ今。多いですね、うん。そうじゃなくてやっぱり画面と対峙、関係が対峙するのが映画じゃないかという。うん、ゴンドラ体験をしてほしいですね。3月28日からね、皆さんに。あとですね、ちょっとあの先週からのつながりで言うと、グッバイエレジーという映画をやりましたね、先週。大杉蓮さん主演の、はい、監督に、三村監督に来ていただきました。大杉蓮さんのお母さん役が佐々木すみれさんでしたね。そうだ。それで、あの北九州の大杉蓮さんのお母さんが、佐々木すみれさんだったんですけど、今度は下北半島の田舎のお母さんが佐々木すみれさん、しかも脱いでる、そう、うん、30年前、いや、それない、脱いでるって言うとちょっとあれですけど、まあ、ちょっとお風呂場のシーンがあったりしますけど、あのこれにもちょっとびっくりしました。やっぱり田舎にいてくれるお母さんといえば佐々木すみれさんなんだな。佐々木すみれさんピンとこない方、不揃いのリンゴたちで中井貴一のお母さんやった人です。まあピンとこないというか、まあね、お母さんもう顔は絶対してます、皆さんね。だからで特に80過ぎてもガンガン出てます。特にこの田舎に帰ったら佐々木すみれさんがいるみたいな感じが、日本のお母さんがいる、30年経ってもいるっていうところにちょっと、ね、先週からのつながりで言うとそれもびっくりしますけどね。今日ゴンドラ特集です。井上陽水、人生が2度あれば、井上陽水、人生が2度あればお届けしております。人生が2度あれば、30年間違うことしてました。はい、AV やってました。やっぱり AV やってた、はい、今もやってますけどね、うん、まだ AV を撮ってます。それでこう、はい、莫大なお金を築いて次の作品へ行こうとしてるわけですよ。全く別ですね。あ、そうです。 AV では稼げてないですよね。あ、そうなの。あの、まあ、もちろん1本目の借金は15年かかって、うん、アドルトビデオで返しましたけど、うん、はい、AV でもやっぱり儲ける AV を僕は作ろうと思ってませんから、問題なんですよ。 AV だれ映画だれ、魂を込めた本気のやつやりたい。めちゃくちゃお金かかってるのを撮ったらしいですけどね。じゃあこのゴンドラに通ずる部分っていうのもあるんですか。え、あのアダルトビデオをやり出した時に抜けられなくなったのは、はい、アダルトビデオに流れてくる女の子も大人になったかがりちゃんが圧倒的に多いんですよ。つまり居場所がない。居場所がない。かがりちゃんなんだ。意外にだから変な話なんですけど、一般のタレントを目指してる子より心が病んでんです、うん、なるほど。そうすると僕はハマるんですよ。なるほど。なんか闇を抱えてる子を見ると、うん、ほっとけなくなるんですよ。でこの将軍なんですよね。こう映像にしたい、あの、うん、このかがりちゃん自身は、まあ、この後はい、僕に本当にね、あのアホな映画ファンでね、はい、いい映画見るとね、あの人今頃どうしてるかなってふっと思う時あるんですよね、映画の中の登場人物で元気でやってるかなとかね、あの死んでしまったら死んだなと思うんですけども、だから係ちゃんがあの現実のこれ演じた係ちゃんじゃなくて、あの係ちゃんとあの男はどうしたんだろう、もしかしたら結婚したのかな、二人で自殺したのかなとか、でこれ最後の方に出てくる船とか、あの最後の方はね、島岡さん、もしかしたらあれあの世かもしれませんよとも取れる、まあ、宇宙かもしれないし、あの世かもしれないし、あのあと東京帰ったのかもしれない、誰もわからない、監督もわからないけどね、それぐらい気になるんですよね、先が、で頭の中で、まあ、あのかがりちゃんと伊藤千代監督が似ても似つかないんですけど、外見はでやっぱりこの合わない30年の間に、この間ね2ヶ月前にもここでお話しましたけど、伊藤さんどうしてるかなとか、僕正直あなたにガッて言ったじゃないですか、2ヶ月前にあの AV なんかに行きやがって、あんな映画撮ってて、何してんだよ、合わないあんなやつとかって、俺はニュース2、3じゃないわ、トゥナイトっていう番組で伊藤さんを見たんですね、今 AV を撮ってるすごい当時のって人がいました、何やってんだよ、あんな映画撮ってて、もういいやと思ってたら、こうやってまたブーメランのように会って、よかったなと思って、お互いこの仕事をしてるからもう一回会えてよかったなと思って、あの、2ヶ月前にこう30年ぶりで会った時怖かったんですよ、すごく伊藤さんと会うことが。なんですごい嫌な人になってたのどうしようと思って、変わってんじゃないかと思って ね自分が嫌なやつになってる、なってないという前提のもとに言ってるみたいですけどねでもなんかね、そんなようなことを思ったりすると、恐ろしいのはそのバブル期に作られた映画なんだけど、
今のこの2017年の日本にぴったりハマりますよね。ハマりますね。なぜなんでしょう。やっぱり聞きたいな、ここなぜですか。わからない、作り手としては。いや、なんで今にハマったかは分かんないし、逆に言うと、うん、あのバブル期だった日本と国が今ここまで危機になっちゃってるっていうのは分からないですね。ではスタジオ内最も冷静な女に聞いてみましょう、はい、島上信さん、なぜでしょう。今ね、ちょっとこのゴンドラのフライヤーに書かれている言葉で、うん、失われた命の旋律を求めて2人が向かったのは暖かい北っていう言葉があるんです。暖かい北ね、下北半島なことなんだろうけども、この暖かい北、僕は丸きましたね今言うあの、あれじゃなくて、うん、この暖かい北っていう表現が、なんだろう、この人の心が暖かいんですよね。バブルの時代にこの映画があって、うん、それがまた今受けてるっていうことの一つの答えみたいなのがあるんじゃないかな。それで面白いのが、この男のふるさとということでね、まあ、北の下北半島、ね、下北半島に行くんですけど、うん、そうするとこの監督が青森かどっか出身だと思うじゃないですか、うんうん、ちょっとバリバリの東京人なんですね。びっくりした。そこは面白いですね。いやでも確かに北に向かわせたいですね、この物語としてはね。沖縄の海に行くのはやっぱりちょっと違う気がします。いや沖縄に行くとなぜダメかっていうとね、うん、問題が解決してしまうんですよただ解決したかのような何もかも忘れて驚いて、それは特徴ですけど、ね、だからあの錯覚にこの二人の田舎がやっぱりなんくるないさ、ユンタクユンタクってなっちゃう。そうそう、やっぱり沖縄ではこの話は成立しないかなっていうのがやっぱりあるので、そういうことを考えて日本って広いね。いやだからすごいですよ、うん、それとやっぱりこの11歳とあの男の子はいくつぐらいですかね。まあ20歳とか21歳ですよね。だからそうやって単純に考えると10歳ぐらいの年の差ですよね。それが例えば30歳と40歳だったら恋愛関係になるけれども、11歳と21歳ではやっぱりどう考えても大人と子供ですよね。レオンみたいな感じですよね。この感じがやっぱりなんかたまらなくこの物語、うん、素敵だなっていう感じなんじゃないかな。やっぱり僕らがよくほらあのかっこつけて言うとね、あのサンテグジュペリの星の王子様で、はい、大切なものは目に見えないんだよっていう、あの、ね、蛇が象を飲んじゃってるとかね、いろんなものがありますけども、そういうことを教えてくれる映画じゃないのかな、でも本当に今の時代にぴったり来るっていうのは分かる気がしますね、そっか、暖かい北っていうのはこれはなんか分かります。ここで、島岡さんのこの言ってみると、まあ、よく言うとテクニック、悪く言うとずるさ、つまり彼女は質問には答えてないんですよ。なんとなく周りの話をして答えたかのような錯覚。いや違うの、だって本当にこれは紹介して、これはね紹介しておかなきゃって今、そうですね、そう、さて、そんな1分ぐらいなんで、ゴンドラ、この映画が3月の25日今週の土曜日から日高大森、名古屋シネマスコーレで、ムーブオーバーということで、皆さんぜひスクリーンでご覧いただければと思いますけど、監督はやっぱりこれを機に、AV やめて、もう一本映画を撮ろうと。あの AV をやめてっていうか、もう必然的にちょっともう準備に入ったら撮れなくなります、うんうん、な時間と AV ですね。次は第2作ですよ、この30年の、そう、30年のブランクが。第2作はどんな映画になるんでしょう。あの2作目はその昭和だから38年から39年の1回目の東京オリンピックがあった頃が背景 の、うん、そのやっぱりその麻布というか、まあ、いわゆる僕が生まれ育ったような町なんですけど、その中のある家族を通して、別に決してオリンピックが来たから盛り上がったわけでもないし、あの高度成長に変わり目でみんな喜んでたわけでもないし、今生きることに必死になっても家族の中の悩みでもがいてるような一家族を中心にして、あとその横丁の変な人々の生活を見たいなと思って。全然テイストが違う話ですね。監督はだからオリンピックが来た感じの盛り上がりは実際に知ってね、知ってますよね、東京だったら。覚えてますけど、オリンピックの前の東京って素晴らしかったと聞きますけども。いや素晴らしかったですね。で要するにあの頃はまだ土の道だらけだったんですよ。雨が降るとすごい水たまりができて、今日もそうだったわけですね。子供が飛びまくると全部泥だらけになってるわけ。それがみんな子供は楽しかった。できたらマイクに向かって、はい、それがアスファルトが全部引かれちゃったら、子供のそういう目の中から作り出す遊びはなくなるんですよ。そうですね。今から30年ぐらい経った時にね、
東京オリンピックの前の東京は素晴らしかったって言われないようにね、あの頃は外を普通に歩けたとかね、2018年とか19年の頃、うん、あやっちゃうと嫌ですね。その、うん、昭和38年ぐらいの東京を撮ろうと思ったらなかなか日本では難しいんじゃないですかね。まあいろいろちょっと露見しますけど、うん、あのちょっと一つ候補として、うん、台湾の郊外行こうと思ってます。台湾任せてください。これ、はい、台湾いいですよね、はい、台湾に全部ロケセット組むのもありかなって最近ちょっと思ってます、ね、安いしね、はい、的し、あと長野県のね上田市よく使われるところですよね、はい、そうですよね。ぜひ第2作で来て、なんかね今回こうやって何回も会えてね、ちょっと俺も感、はい、泣きそうです。感無量ですよ。すごいことですよね。なんかタイムマシン乗ったみたい、はい、うん、もう30年前と変わりませんよ。ゴンドラというタイムマシン、お互い毛根が死んだぐらいですね。毛根は死にましたね。死にました。私も死にました、はい、もう最後いい話にしようと思ってまあいいや、はい皆さんぜひ、はい、ゴンドラをご覧ください。ぜひみんな見に来てください。伊藤智章監督でした。ありがとうございました。どうもありがとうございました。監督も映画館にいますよ。毎日行ってます、はい、キネコ大森です。キネコ大森行ってます。よろしくお願いします。さようなら。はい、で監督が持ってきてくれた最後の曲、アデル、ハロー。ありがとうございます。すごいすごいすごい。10点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 、はい、ありがとうございます。いい放送でしたね。